行ってきます。今日は TUBY 放送センターをスタートして山形市内の色紙のない名店見つけていきたいと思います。よし、じゃあまずは会社周り攻めましょうか。ねえ、なんかすごいたまにこの辺歩いてるとコーヒーのいい香りがして気になってました。あ、おお、おお、どうした、いきなり住宅街にこの行列は。男の子が手振ってくれてる、おはよう。30人以上並んでいらっしゃいますよ、すごい。皆さん何に並んでいらっしゃるんですか。今日オープンのもち団子屋さん、はい、あ、こちらお店なんですね、はいはい、しかも今日オープン、すごい。え、何が食べたいの。いちご。え、いちご。何、いちご。いちご大福食べられるんだ。買われました、お餅。見せていただいてもいいですか。わ、おいしそう。6種類ありますね。そうですね。ちょっとお話を伺いたいんですけど。はい、ありがとうございます。お外にいてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。すいません、あ、大丈夫ですか、はい、今日オープンだって並んでるお客さんから伺いました。おめでとうございます。お客様のと一緒に並ばせていただいて、はい、そのタイミングでお話伺いながらカメラ回させていただくのは、はい、対応させていただきます。大丈夫ですか、はいはい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、すいません。モダン屋といいまして、はい、お餅とかお団子の専門店という形で、うん、まあ、この度今日オープンさせてもらって、はい、そういったこうみずみずしいお菓子をちょっと作りたくてですね、本当に1日勝負2日勝負ぐらいの、まあ、お菓子になるんですけども、でもこうやって待って並んで待ってで出会えた時の喜びってより一層もうひとしおでしょうから。いちご買えた？うん、買えた、やった、バンザイ、バンザイ、バンザイ、ゆうとくんのいちご大福、じゃじゃん、どれだ、どれだ、いちご大福、カリー、カッカー。2個あるから、誰と食べるの？2個、僕一人で食べる。一人で食べるの？うん、うん、ね、僕千日記念だもんね、今日 ね。すごい、おめでとう。もう間もなくですよ。3段のショーケース、一番上にはお団子です。お団子見つけたよ。4種類ありますね。仕方ない。と2段目にはおはぎ発見です。4種類並んでます。迷う、どうします、何個買います。はい、お団子4個か、おはぎちょっと2個ぐらい買ってます。醤油が2本入って、はい、あと今ずんだとあぬたですね、ぬたとあんことくるみ、はいはい、こちらが入った5本セットになってます。全種類味わえるわけですね。そうですね、今モダン屋のおすすめのですね、はい、こちらの教えていただきたい、雑穀有機雑穀ですね、有機雑穀が入った中身がでずんだのあんこになってます、そうですね、こんなにお客さん来ていただけるとは正直思ってなくて、そうですね、ますます頑張らないといけないなと今、思っているところでございます。おやすみですか。はい、大丈夫です、ありがとうございます。無事がいただきました。皆さんやったー、タッチー、ありがとうございます。今回はもう選べなくってどれも美味しそうで、なので全種類入ってる特別セットいただいちゃいました。私大のあんこ好きなのであんこからいっちゃいます。じゃじゃーん、改めて見てもこのこしあんとそしてお団子のツヤ感がすごいです。いただきます、こしあんです。うん、柔らかー。噛めば噛むほどこのお米の甘み香りが広がるんですよね。あとはやっぱりこのこしあんが口に入れた時すっ
ごく質感滑らかで上品な甘い甘さが広がってきます。美味しい。うん、続いてはくるみです。美味しそうですね。こうパッと見ただけでもくるみがつぶつぶって入っているのがわかるんですよ。うん、香ばしい。うん、あ、くるみのあんすごく香ばしくていい香りです。くるみの味わいを鳥ね、5個もついてるけどこの大きさだからほんとペロッと1本余裕で食べられちゃいます。じゃじゃーん、おすすめの有機雑穀米のおはぎ食べちゃいます。すごいこのコロンとしたフォルムが可愛いですよね。中にいた。もちもち感と一緒にこうプチプチした食感も味わうことができて食感が楽しいです。中から溢れてきそうなぐらい入ってる。うん、もうこう歯を入れた時のもちっと感はすごいもう癖になるいい食感でした。うん、うん、おいしい。ひとまず置いて帰りたいと思います。あ、じゃあここに、はい、置いておきますので、はい、置いていきますので。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございました。お騒がせしました。失礼します。あ、ありがとうございました。いや、どれもホッとする味で美味しかったですね。さあ、次はどんな色紙のない名店に出会えるんでしょう。出発です。では、引き続き TU by 周りを捜索していきます。もう、なんでしょう、甘いもの食べるとしょっぱいもの食べたくなりますよね。普段この道はよく通りますけどやっぱりこう車とキックボードじゃ見える景色が違いますよね。あ、こんなとこにお寺あるんだとか、なんて書いてあるんでしょう、看板。すごい、五目焼きそばと餃子の専門店。え、珍しい。ちょっと寄りましょう。ちょっと専門店ですって。こんにちは。こんにちは、すみません突然。土曜日ポンチという番組なんですが、五目焼きそばと餃子の専門店。え、珍しい。ちょっと寄りましょう。ちょっともう何て読むのかなと思ったら香南って読むんですね。仙台から来ましたって書いてある。すごいですよ、五目焼きそばと餃子の専門店って。こんにちは。あ、こんにちは、すみません突然。土曜日ポンチという番組なんですが、この辺りで今撮影をしていまして、カメラって回しても大丈夫ですか？はい。あ、本当ですか？五目焼きそばと餃子の専門店って見てすごく珍しいなと思って思わず寄っちゃったんですけど、取材させていただいてもよろしいですか？大丈夫です。いいですか？ありがとうございます。書いてあったんですけど、はい、私が結婚して、はい、山形の人と結婚したのでこっちに来たので一緒に父と母も来てお店を開いたっていう感じです。あ、メニューが分かりやすいですね。それしかないので餃子とごぼく焼きそば。なんでその2つなんですか？もともと仙台でやってた時に餃子とごぼく焼きそばが一番人気だった。ありがとうございます。ですよ。もう神のようなビジュアルですね。キャベツに人参にほうれん草に、これ見る限りだとタケノコでしょ。
ねえ、8選も入ってます。8選も入ってます？5目じゃないですね。10種類入ってもある焼きそばなんですよね。そうなんですね、うん、5目だけど10種類。新そうめんです。新そうめん、はい、中華、なんだ、中国でいうの、はい、すごい、見てください、これほら、色が綺麗。いただきます。おこ、おいしい。待ってちょっとおいしい。あのすごい麺が香ばしいです。細麺のようですけどもちもちしてて、すごい麺おいしい。野菜がシャキシャキの、ほら見て、このあんもたっぷり絡んで最高。麺も皮も全部仙台から取ってます、うん、昔からずっと付き合い、そう、はい、皆さん、味付けの秘密は何ですか？ちょっとお酢が入ってる。やっぱり、すっきりしてるんですよね。でもしっかりとコクはあるんですけど、後味がすっきりしてると言いますか、だからこうペロッと食べられるのかもしれない。そうですね、他の中華みたいに野菜の油通しはしないので、あんまり油っこさを感じない、最後まで美味しく食べられる、飽きのこない味。一つは半分生で出すってこと、野菜。60年近くやってます。60年近く、はい、今すみません失礼なんですけど、おいくつでいらっしゃるんですか？78です。 78? はい、はい、皆さん引き算してください。引退したんだけどね、ここで娘にやんないって話になって、お父さんやらないって言われた時どうでしたか？はい、ただやっぱ遊んでるのも嫌でね、もう 2,3 年遊んでたもんだから、退屈で退屈でしょうがなくて、新規一点って感じですね、じゃあね。はい、お父さん違うのかもしれない。自分が倒れれば終わりだと思ってるからね。あとこれからも、あと 2,3 年は大丈夫だ。大丈夫ですか？